どうも大阪府住みます芸人スパンの水本です。阿部です。さあ今回なんですけども、はい、なぜこんなところに異国情緒あふれる街、はい、さあということでございまして、はい、場所の方なんですけども、はい、大阪港に来ております。海遊館がね、そうですね、ですけど反対側ね、駅からはい、まあ言うたらデートスポットみたいな感じの場所で、はい、まあこう観覧車があったりとかもするんですけども、うん、今回僕たちがいてる場所が、はい、こちら G ライオンミュージアムというところなんですけども、はい、うん、本当まさに異国情緒あふれる場所ですよね、ここはね。なんか入り口が 100m ぐらい向こうにあるんですけども、うん、来る途中もなんかこう赤レンガの街並みですか、うん、はい、で、あのね、やっぱ撮影してる言うたら映えスポットが多分多いから、はい、来るとこもたくさんのこのスマホを持って写真撮影してる人とかもたくさんいまして、まあいろんなものが、ね、展示してるんでね、はい、ということで早速も中に入ってお話の方を聞きましょう。はい、お願いします。山本さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ山本さん、こちら G ライオンミュージアムはどういった場所なんでしょうか。はい、2015年に、オープンいたしました、はい、クラシック館の博物館でございます。クラシック館、はい、確かにもう入り口歩いてきたのもたくさんのクラシック館があったので、はい、なんか国のコンセプトとかあるんですか。もう世界各国のお車という形で、はい、古い年代のお車からアメリカ車、ヨーロッパ車、日本車みたいな形で、それぞれ分かれて展示させていただいております。へー、じゃあ車好きの方がもうここにどんどん集まってくるというサイトになりますよね。はい、クラシック感とかこの車がこんなに価値があるんだとか、はい、もう分かんないんですけど、はい、もう見てる方にもう山本さんが存分にもプレゼンをしていただいて、はい、いいですね、ありがとうございます、はいはい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ山本さん、まずこちらは、はい、はい、ミュージアムでございますので、はい、一番古い年代のお車をこの部屋は展示させていただいております。古い年代、はい、うわもうまさに異国情緒あふれる、はい、これを展示して1905年に作られた、はい、ありがとうございます。いや、てかこっちの前にまず馬ある、馬車、まずこっち、まあ、車ですもんね。そうです、まあ、まずこれですか。始まりが馬車ということで、はい、馬車1台だけ展示させていただいております。1850年製の馬車でございます。馬車が何年製とかもあるんや。さよなら、さよなら。僕思ってた馬車ってもっとちっちゃいと思ってたんですけど、だいたいこれぐらいの大きさなんですか。馬車、この馬車ですね、実は、フランスのビコント城というお城で実際に使われていた、由緒正しき馬車でございます。はい、使われてたんや。はい、まあ、クラシックカーで有名な、T 型フォード、こちらに2台あって。フォードね、はい、フォードは知ってます。 T 型フォードは今の、自動車産業の、まあ、礎を作ったといっても過言ではない、大量に、生産するっていう能力を、作り上げたのがフォードでございます。へー、はい、さあ続いてのエリアは、はい、はい、2部屋目ですね。こちらのフロアは、全てアメリカ車のフロアでございます。すごいよ、アメリカ車、はい、アメ車と。アメ車やな、はい、結構吉本の芸人さんもアメ車乗ってる方多いからね。うんうんうん、そうやね。そちらを紹介をしていただいていいですか。はい、まあ、先ほどのお部屋で、T 型フォードをご紹介させていただいた、年代的に言うとその後、A 型フォードに変わってっていうような A 型フォード、はい、はい、この辺りですね、A 型フォード、うん、はい、どう変わった特徴はどう変わった。もちろんエンジンももちろん、性能を高めたりとか、はい、っていうところが、主な変更点ではございます。このエリアで気になるのがこの真ん中にこれです。ドンと構えてるこちらは山本さん、はい、ビュイックのエレクトラという車でございまして、はい、1960年製になります。この形の車、はい、よく雨村とかでも見るんですよ。そうですね、結構走ってる。走ってますよね、はい、これじゃあ普通に皆さんも販売されてるからそれ買って乗ってるってことですよね。されてございますね。そうな
なんか今までの車とは全然形違いますよね。そうですね、あの時代が進むにつれて、はい、あのまあ、メーカーの、個性であったりとかっていうところも もちろんございますし、あのエンジンもどんどん大きくなって、あの馬力もどんどん大きくなってという形で。さあ、こちらのエリアは、はい、はい、3つ目のお部屋、こちらは、ヨーロッパ車を、ヨーロッパ、はい、展示させていただいております。全てヨーロッパ車なんですけど、はい、中でも、はい、一番奥にあるロールスロイスが、ロールスロイスや、行きましょう、はい、師匠が乗ってはるわ。こちらのロールスロイスですね、はい、1929年製、はい、ファントム2っていうシリーズの、はいはい、ロールスロイスなんですけれども、はい、これ実は、1929年製で、はい、こちらの、ファントム2、世界に3台しかないうちの1台になるんです、ね。3台、はい、世界に3台しかないのが1台ここにある、大阪にある、はい、ちょっとここが気になる。これは何ですか？この第3エリアで、この真ん中にこの椅子とステージみたいなのがありますけど、はい、ここですね、あの私どもこういった施設でございますので、はい、あのいろんなご要望がございまして、ウェディングのフォトウェディングの、撮影用に、はい、展示させていただいております。なるほど、ちょっと参列者の席もあってってことですね。いや、これはいい記念になるな。ここで漫才した方はいないと思います。うわー、今のところいらっしゃらない。妻とか車ついて嫌やろ、妻ね。あんま大きい声でね。まあそうやな。なるほど、ここが第3エリアということで、はい、ありがとうございます。はい、さあ続きまして、こちらは、はい、4つ、最後のエリア、あ、最後のエリア、はい、はい、最後のお部屋は、日本車のフロアになってございます。お、確かにちょっと、まあ、見たことあるなという車もあったりとか、はい、しますけども、はい、日本車ということで、どこの車ですか？あの、まあ、イスズのベレッタがあって、はい、日産のプリンスの時代ですね、プリンスの時代のスカイライン、はい、スカイライン、はい、マツダの、ルーチェがあって、マツダコスモスポーツで、トヨタ 2000GT という形で、はい、2000GT 聞いたことあります、はい、まあ、日本のクラシックカーの中で、まあ、一番有名なと言っても過言ではないかと思います、うん、トヨタ 2000GT、 はい、このライトがね、かかっとなるという。そうです、そうですよね、そうそうそう、このライト、これがかっこいいですよね。うん、そうやね、トヨタ 2000GT が、まあ、有名な、まあ、いろんな要因があるんですけれども、はい、分かりやすく、一番値段が高いからっていうところがあると思うんですね。で、トヨタ 2000GT 実は、日本車の中で、一番オークションでですね、一番、最高落札額っていう記録を持っているのがトヨタ 2000GT なんですね。で、ヨーロッパの方のオークションではあるんですけれども、2017年、8年に1億円超えっていう、すごっ、めっちゃ響いたこれ、はい、1億円超え、はい、家が動いてるやん、はい、なんでそんな値がつくんですか？あのトヨタ 2000GT ですね、まあ、007のボンドカーに採用されたことがあるっていうところもあってですね、はいはい、ヨーロッパとかっていうところでの人気も高くて、はい、まあ、ファンが多くて値段が上がるっていうところももちろんあろうかと思いますし、あとは、生産された台数が、237台しか生産されてないんです、はい、4年間で、はい、なので、まあ、現存しているものももちろん少ないですし、はい、っていうところで価格が、高騰しているっていうような、プレミア、プレミアやな。そうですね。さあ、ということで今回も異国情緒あふれるというテーマで来させていただきまして、まさにもう日本じゃない場所に来た感じがします。しかも歴史も感じ、こう、ま、タイムスリップしたような感じ、したような感じで、はい、で、何度も言いますが、マニアの方は絶対たまらないと思います。水本…子供も嬉しいんちゃう、そうやね、お子さんも、水本誠ももっとリアクション取れやと思ってる方もいるぐらいの車があったんでしょうね。いやもうちょっとね、騒げないような、そうやね、雰囲気でしたね。と、はい、ということで山本さん、はいはい、ご覧の皆様に一言お願いします。ジライオンミュージアムは、はい、約100年前の、赤レンガ倉庫を、リニューアルした、施設でございます、はいはい、車がですね、約100台ほど展示させていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、ぜひ皆さんも大阪港の駅から徒歩5分なんですよ。すぐそこです。だ、電車でももちろん来れますので、はい、ぜひ皆さん G ライオンミュージアムの方に遊びに来てください、はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。